はい、どうも、タクタクです。人体パズル実況プレイをやっていきます。前回でちょっと最終回的なことを言ったんですけど、実はですね、いくつかエンドがあるようで、その中の、このエンドをやってほしいということをですね、言われましたので、ちょっと教えてもらったんですよ。実は違うエンドがあってですね、今アイテムがこれだけあるんですが、これをですね、どこだっけな、看護家に、ああほら、これを洗わない状態でやるとこのイベントが起きるということですね。でこれハイにすると頭部を置いてみた、うん、で、まあ、これが光ると、反対側でやろう、そこの方に何かある、縫い針と糸を手に入れた。あ、なるほど。これでパーツをつなぎ止めるっていうことかな。よし、じゃあちょっとこっからは初見なんで。拾ってきた画面をくっつけてみた。うわ、びっくりした。この顔の持ち主はたくさん嘘を吐き、人からお金を得ています。それから人の身も心も滅ぼしました。なんか立ってる。運び役、金に目がくらみ金を得るためなら何だってする男、感情と表情がリンクしない、一言、もう稼がなくてもいいようにしてあげました。上半身をくっつけてみた。この上半身の持ち主はたくさんの人の体を食べてしまいます。お墓に埋める骨も食べてしまいます。汚い、衝動に耐えきれず食事に走った女、暴力的な食欲の割に細身、もう食べなくてもいいようにしてあげました。なんだこれ。この下半身の持ち主はたくさんの人の尊厳を犯しました。ゲームのような気軽さで身も心も壊したのです。式場正人、激しい性衝動に負け身を任せ切ってしまった男、無双癖がある、もう性行為をしなくてもいいようにしてあげました。なるほど、下半身を切ったと。拾ってきた腕をくっつけてみた。お、役狂い、興味本位で手を出したドラッグに狂った男、薬が抜けるとひどい自己嫌悪に陥るか、すぐに禁断症状が出て暴れ出す、もう人を傷つけなくていいようにしてあげました。足を、これらの手足の持ち主はいろんな人に理不尽な暴力を振るいました。やめることができない薬に惑わされ、自分を制御できないまま人を傷つけます。役狂い、ここまでは目を入れてみた。この目の持ち主はすでに死んでいます。うん、抗えない理由があったのです。死体を修繕した。ついでに縫い針と糸で体をしっかりくっつけておいた。ほう、なんか友人の無事は確保した。おお、どういうことだ。フランケンシュタインみたいな。早く友人の元に行こう。どういうこと。誰かの下半身。わからんな。パーツが余ってる気がする。セーブしといた方がいい。あと1個できるの。ここから、はい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 、震えてる震えてる、開かないか、だ、誰助けに来てよ。ここ一緒か、この辺は一緒かな。
この辺は一緒だよね。逃げよう。はいはいはい。スコップでね。逃げよう。じゃあ行こうか。つなぎ止めたやつじゃないこれ。あのさ、何？あの部屋にいるとき、下からすごい悲鳴が聞こえたんだけど、君は大丈夫だよ。それってどういう？大丈夫だから。うん。ねえ、もしかして私たちを閉じ込めていた人たちは、このまま真っ直ぐ行くと交番があるから、助けを呼んできてくれないかな。は？ごめんね。わかった。すべてわかった。ひたすらまっすぐ走ると交番が見えた。彼女に言われた通り、あの場所に行ってほしいと頼んだ。ひたすらまっすぐ走った。山の中だというと、あっという間に大勢の警官が集まった。それからはトントン拍子でことが進み、彼女は見つかった。彼女の遺体は見せてもらえなかった。状態すら教えてもらえなかった。ただ後頭部と目が見つかっていないという会話を聞いてしまった。私たちは、監禁していた人たちはあの建物内で死んでいたらしい。全員体の一部が切り取られていたようだ。一体誰が？俺が何したって言うんだ！男。米米同じ、さっきのやつだな。何って分かってるくせに。わけのわからんこと言うな。警察に突き出すぞ。お尋ねしますが、その冷蔵庫の中身何ですか？ねえ、何ですか？私、いや、私って言っていいのでしょうか？もう私とは呼べないような気もします。ややこしいので、私のままでいいですかね。私、大事な人が危険にさらされないように、こうやって頑張ってるんですよ。そのために体だってちゃんと集めて。お前は何を言ってるんだ！おい、それに触るな！開けるんじゃない！ほら、いるじゃないですか、証人が。こんな悲劇を何度も繰り返しちゃダメなんですよ。何なんだ？何なんだよ、お前！だから早い話、てめえみてえな頭のいかれた変態を片っ端から始末してるんだよ。殺してなくても死体損壊って罪になるのよ。おじさん知ってた？私、知らずに食べてたの。うふふ。なんて読むんだ？サバ。読めないわ。どうあがいても大根には戻れないんだ。今さら真っ先に生きられるか。いや、無理だ。俺はしっかりと漬け込まれた。あ、たくあんだ。たくあんはどうあがいても大根には戻れない。今さら真っ当に生きられるか。いや、無理だ。俺はしっかりと漬け込まれたたくあんだからわかる。いやー、死んだとはいえ、義賊みたいに人殺しができるなんて楽しいね。おお！バカは死んでも治らないってね。これあれだ、殺人者たちが一体になってるってことなのか。で、主人公の後頭部と目だけが、みたいな、そんな感じか。だそうです。これは彼女の意思なんだろうね、多分。見られたからには返せない。君は好みじゃないけど仕方ない。仕方ないことだよな。あなた、金髪の女子大生が狙いでしょ。優しそうな顔をした女の子をいじめ、殺すのが好きなんでしょ。でも言葉にならない図だな、これ。みすみす見逃すわけにはいきませんよ。友人は、
脅かされちゃいけないんです。留守電だ。気のなさ、なんで気づかなかったんだろう。もしもし。です。死んでしまったので伝言を残します。どんな伝言？君はまだ生きていると聞きました。だからせめて君だけでもと、そう思って化けて出てみました。絶対助けるよ、君だけは。何も脅かされないように、ように。ちょいちょい噛んだ。Who is？ おおと。小松平の使い方。ああ。ちょっと戻ってみようか。あと。これあれだよね。ねえ。コンビニ行かない？行こう！本当？よかった。ちょうどあれだね。悲劇の前だよね。おお、こんなとこ。遅くにごめんね。ちょっとお腹空いちゃって。夜食は良くないって分かってるんだけど。あれ？あそこに誰かうずくまってるね。大丈夫かな？ちょっと声かけに行こう。ああ、あれだ、女の人だ。食人鬼っていうか、人食う人の。大丈夫ですか？この人噛んでる。嫌だ、話してください。ちょっとおとなしくしててね。ごめんね、こいつ腹減ってんの。あんたさ、あの子の指食いちぎられたくなかったら逃げないでね。選択肢がないけど。いやー、泣けるね。怖いの我慢して、偉い偉い。美しいね、友情ってのは。じゃあちょっと目隠しするよ。ああ。ここだ。例の。あ、双子の写真。双子なのか。友人の無事を聞く。気がついた。ああ、大丈夫大丈夫。今は無事だよ。今は。まあ、君次第だね。ちょっとね、若い女の子の内臓が必要なんだって、わかるでしょ？ほら、さっさとやれよ。嫌だ。だって、ほら、こんな、死んじゃうだろ。うるせえな。さっさとやれよ。薬狂い。薬やんねえぞ。とにかく、俺は、やらない、いいからな。とりあえず、着替えようか。向こうはまだ時間かかりそうだし。下着とかもういらないでしょ。お金にしちゃうね。やばいよ。どう？まだ正気なの？虫が、くそ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 ったれ。おい、薬類。薬欲しいんだろ？欲しい、くれよ、くれっつってんだろ！ならそこにいる女をばらせ。ふひひひ。そんなんでいいのか。やるよ。やってやるよ。はは。怖。これでいいんだろ。早くくれよ、薬。ほらよ。へへへへへ。ああ、ちょうどよかった。手足、持ってっていいよ。あら、こんなに新鮮そうなお肉、いいの？その代わり、内臓きれいに出してよ。いいわよ。いつも美味しいお肉もらってるし。じゃあ、持っていくわね。さて、これでいいね。そうだな。残りはどうするんだ。ああ、ちゃんと有効に使うよ。相変わらず悪趣味なやつだ。商品になるかもよ。生きてればの話だけど。そうだな。やるなら生かしとかないとな。すぐに腐って、挿入どころじゃなくなるだろう。じゃあもう一人の方で試そうよ。おいおい、いいのかよ。死んだら約束も何にもないでしょ。顔ちゃんと潰しとけよ。今朝のニュースみたいになったら面倒だからな。わかってるって。あ、目玉。
友人を助けなければ。デッド。ああ、終わりましたね。多分これで全部かな。ちょっとですね、セーブで、ノーセーブでやっても変わらない雰囲気だったので、ちょっといろいろやってみたり、情報を集めてみたんですが、まあこんな感じでしたね。はい。というわけで、いやー、こんな集団がいたらマジ嫌だねっていうことと、まあ実際にこういう事件よりひどいことは世の中ではいっぱい起きてますからね。本当人間っていうのは怖いですね。はい。まあこれがゲームであることがちょっと安心しますけど、はい。というわけで、人体パズル、本当にこれで最終回です。今までご視聴いただきありがとうございました。そしてまた次回の実況をお楽しみに。では、また。